レオパトリック・カイリーは、アメリカ合衆国ニュージャージー州出身の、プロ野球選手。実動1ヶ月ながら、日本プロ野球史上初の現役メジャーリーガーの、外国人選手である。1948年に、ボストン・レッドソックスと契約。1951年にメジャーリーグに初昇格し、同年は7勝7敗、防御率3.34の成績を挙げるも、 翌1952年に兵役につき、新中軍として来日し、横須賀基地に配属される。1953年、当時投手不足に悩んでいた毎日オリオンズは、メジャーリーグで、投手経験を持つカイリーに目をつけた。しかし、軍を除隊させてまで入団させるわけにはいかないので、同じ横須賀基地勤務だったチャーリー・フッドと共に、軍に席を置きながら、 休日とナイトゲームの未出場という、いわばアルバイトでの選手契約を交わした。一連の経緯は、ハワイ出身の若林忠氏の仲介による、同年8月8日、リリーフとして初登板。以降8月だけで6試合に登板して6連勝を挙げた。外国人投手による、来日初登板からの連勝記録としては、長らくこの6連勝が最高記録であった。 打撃面でも19打数10安打、打率、526を記録しており、当番した試合以外でも、代打でも1試合に出場している。翌9月3日、本人に除退命令が出たため帰国のため、対談となった。カイリーの活躍が顕著だったため、カイリーの帰国後に雇用形態に問題があるという、建前で、1954年2月5日付で、 福井森田コミッショナーより、新中軍選手のアルバイト登板禁止の通達が出されることとなった。1954年、レッドソックスでメジャー復帰。1960年、カンザスシティアスレチックスに移籍し、同年限りで現役引退。左からのサイド投法でスクリューボールには威力があった。 大道 P69ABCD 千葉 P47 千葉 P46 大道ピアニッシモ69から72本文芸社館2000年優勝記念号巨人軍歴史新聞25ページありがとうございます